ったんだけど、ニコッチ何を探してるん？もしかしてカニ座とか？なんでわかるのよ。街からだと明るくて見えないけど、望遠鏡で探せば見つかるかと思ったのに。全然ダメね。それはそうですよ。カニ座は春の星座ですから。そうそう、ニコッチは7月22日生まれのカニ座だけど、実際にカニ座が綺麗に見えるのは2月頃なんだよ。そうなの？てっきり夏の星座だと思ってたわ。見つからないわけね。誕生星座は誕生日の時期に見えるわけじゃないからね。これは話すとちょっと長くなるんだけど、もしちゃんと見たいと思ったら10月の終わりぐらいから夕方の東の空に見え始めると思うよ。のぞみは星も詳しいのですね。占星術は基本やからね。さ、これから星を読んでうちらの運命を占ってみよっか。星の導きが見えてくるかも。